名古屋ドーム初回の攻防はヤクルトが2点、ドラゴンズは0点です。2回に入ります。初回3本のヒット、ペタジーニの2点タイムリーヒットで2点を奪われた武田、この2回のピッチングはどうでしょうか。まあ、武田のことですから切り替えてきているとは思うんですがね、はい、それは素早いですよね、はい、ただこの池山も前半戦の不振よりは打撃の調子戻ってきてますからね、池山もいろいろ怪我などもありまして、今シーズンはまだこれが51試合目の出場です。ですからこの池山、まあ、守備の面もちょっと不安がありまして、はい、試合を最後まで守るってことがこのところ少なくなりましたね。そうなんですよね。ただ彼もそれなりの危機感を持っていてくれると、ヘッドコーチも話してましたけどね。そうですか。特に休園中特打を続けたそうですね。あ、そうですか。相当振り込んできているという、それが昨日の2安打にもつながっています、安定した下半身とともに振りも鋭くなってきてるんですよね、はい、おっとこれは珍しい、笑ってます。武田完全にすっぽ抜けました、フォークボールが引っかかってしまったんでしょうね、まあ、武田ともあるピッチャーが随分珍しいボールでしたが、はい、でもやはり低く投げようという意識の表れじゃないでしょうか、ね、そうですね、まあ、ランナーもいませんのでご愛嬌という感じではありましたけれども、この外のスライダーは外れています。まだ首をかしげている武田。こちら池山、池山追い込まれますと K 出してきます。これは打ち上げた、打球の方向を見て今ベンチに戻っていきますが、ふーっと大きく息をつきました武田。ヤクルトは先ほどもご紹介しましたが、7月以降はチーム打率が3割を超えています。まあ、前半戦の最後のゲーム11点取りましたけれども22点取られるというゲームがありましたが、横浜ですよ、打線の方は今火がついてるんですよね。やはり問題の投手ということですよね。そうですね、まあ、そういう意味では何人か戻ってきたというのは大きいんじゃないでしょうかね、はい、伊藤智人が戻り、それから川崎も途中抹消期間がありましたけれども現在は一軍におります。と言いますか、今登板機会がなかったんでオールスター期間中に一度抹消してますから、まだ登録はされてないんですが、それから石井和久、ピッチングスタッフも揃ってきたこのヤクルト。ですからある程度理想の戦い方ができるようにはなってきましたね。なりつつあるんだと思いますよ、はい、特に石井が完全に戻ったら手強い相手ですよね。そうですね、特に毎年そうなんですけれども後半のシーズンというのは怖いですからね。そうなんですよね。石井はしかもヤクルトはとにかく今年はここまでいいようにドラゴンズにやられてますんで、その辺のローテーションの組み替えといいますか、しっかりぶつけてくるということをね宣言してますんで、これからは当然考えるでしょうね、13勝4敗と中日に、中日が13勝、そうですね、現在7連勝中でこの完璧にやられてますからね、名古屋ドームに関して言うと8勝2敗です。ドラゴンズがいいようにこのヤクルト、特に1点差が多いんですが、これいっぱい、これが武田のコントロール、本当厳しいところへ投げ込んできますね。そうですね、先ほどよくボールを見てるなっていう話を中さんとしましたけれども、とりあえず金森コーチは今日各バッターにやっぱり怖いのはまっすらであると、はい、でこのまっすらの早めにボールに手を出して、しかも引っかかるようなことだけは避けてほしいと、ですから早いカウントからあのボールは狙うなという指示が出ているということなんですかね、ボールをよく見なさい、はい、ということなんですよね。そうですね、まあ、それをここまでは実践しておりまして、初球も26球投げさせました。まあ、バッターの一番大事なことですからね、はい、ストライクボールを見る選球眼というのは、その中で今度打つ選球眼というのもありますからね、はい、
この回3人で切って、まあ、立て直しを図りたい武田、その通りになりました。2回の表は池山、馬場、ハッカミーと下位打線をしっかりと3人で切り取りました。この武田、名古屋ドームは2回の表を終了しています。2対0です。